メイト、ありがとう。レモンスカッシュ、ありがとうございます。クリームソーダ、ありがとうございます。コーラ、ありがとうございます。マキさん、ありがとう。ありがとうございます、皆さん。今日はですね、なんか戦友がお祝いに来てくれるっていうことで、あの部屋がね、こんな状況なんでね、ちょっとどうしようかなと思って、昨日はあのこのリザードン引いて寝ました。リザードン引いて、あ、ナイス、ありがとう。あ、ありがとうございます、ベルさん。花火2発。昨日もたくさんもらったんで、昨日ちょっと紹介するの忘れてたけど、これ、はるちゃんからこう手紙が入ってました。01ハッピーバースデー、いい1年になりますように。これね、昨日紹介してなかったけど、これ。ありがとうございます。これ、飾っとくね。来てくれるのなんか申し訳なく、もう恥ずかしくなっちゃう。昨日、あ、ゆずさん、ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、ゆずさん。昨日こうやって寝てたんだよ、ここでね。こうやって寝てた。あ、大丈夫だね、寝れるね。ポルポンと養分バチバチしてる。まあ今日はちょっと仲良くしてほしいけど、今日は片付け頑張って、片付けするか。じゃあ片付けしとく。あ、匿名さん、ありがとうございます。今ガスの点検とかやってたんだ。片付けする。片付け、ありがとうございます。ゴミ袋もトイレットペーパー買ってきてほしい。一つ言うんだったらトイレットペーパーをしてほしい。うん、まあ、今日ぐらいわがまま言ってしてもらったらいいんじゃない。いっぱい来るから。どう。あ、ありがとうございます、花火特命さん。今日はお祝いしてもらうんだから、片付けしてもらったらどう？ダメなの？もしもし？うん。もしもし？うん。あのね、ちょうど花見と会ってね。うん。花見も行きたいって言っててさ、うん、でケーキ買ってくれたんだよ。あ、そう。そうで、昔から仲だからって感じなんだけど、うん、どうかなっていうのは。ああ、それで目の前にいるんだけど、うん、じゃあね、あの、せっかくだし、じゃあ来てくれる。じゃあ、あ、分かった。あの、トイレットペーパー買ってほしい。ごめん。あ、分かった、了解。うん、お願いします。はーい、はーい、お願いします。あと、ちょっと大物から LINE が来た。こう、よっさんがね、誕生日おめでとうございますって。もう僕はちょっと金杯派閥抜けてよっさん派閥に入ろうかなと思ってるんですけど、よっさん LINE してくれたから、ちょっとよっさん派閥に入ろうかな。金杯さんなんか怒ってるし、よっさんについていこうか。あ、ダメか。元嫁がよっさんよっさん言ってるから、俺がまたよっさんって言うとおかしくなるか。やめとこうか。片付けなかったと？いや、
昨日一睡もしてなかったからもうずっと寝てたんだよな。今から片付ける。うん、一気にすごい荷物、これありがたいんだけどね、これはもうやばいでしょ、一日でこの汚さはやばいと思うけど、でもそれだけもらったプレゼントもらったってことだから、うん。エルメス、エルメスはね、クッション、クッション、クッションもらった。これがなかなか手に入らないらしいよ、クッション。いただきました。ちょっと片付けのやり方もわかんないからね、片付けどうしたらいいかわかんないな。片付け、ゴミを捨てようってどこに捨てるの、ちょっとわからないです、やり方が。あー、みやまちゃんファンタスティック、あーっす、ありがとうございます。アイテム、いや申し訳ない、昨日もらったね、みやまちゃんありがとうね、昨日プレゼント開封して、アイテムはね、大丈夫なんで、こうしとこうかな。でね、他にね、これちょっとネタじゃないんだけど、養分に教えて。あ、養分はこっち側に乗ってて、2台違うとこ行ってて、養分と離れて、養分、あ、養分に、養分に教えて、養分と別れて、あ、養分が 2台目に乗って、うん、立ち位置教えて、分かった、 できたらそうしてほしい、ごめんね、わがまま、うん、はい、はい、荷物が届いてなくて、でちゃんと送りましたってリスナーさんから来たんだよ。これでなんか、あ、ちょっと 見づらいな、これで送ったんだけど届きませんって、ちゃんと送ったんだけどって言われてさ、これ違いわかる、なんか変化がさ、この絶妙な変化に気づく、うん、これ西川さんになってるから届かないんですよっていうのがね来てました。これどうしたらいいんだろうね、西川さん宛てで取りに行けば、取りに行けるのかな、わかんないけど、大丈夫？いや、絶対に送りましたって言うんだけど、取りに行ったんだけどさ、あれだったかな。ちょっとこれ貼ろう。携帯が熱い。クラスターになっちゃう。密になっちゃう。あと冷蔵庫も何もないからね、お酒も何もないからね、言っとくけど、あとこれかっこよくない T シャツ、どう、こちら欲しい方はね DM ください、あ、ちょっと無料じゃないんですけど、かっこよくない、うん、
まさんありがとう。そんな豪華なメンツ着てなんかおもてなしできないけどどうしようね。何する？いや本当何もないよ。何も。うん。なんかご飯もないし お酒もないよ。お酒も。机もないし。片付けよう。座るとこない？片付けようか。俺はちょっとコンビニ行って買ってこようか。隣のおばあちゃん誕生日素敵な一日になります。あ。ありがとうございます。プレゼントクローゼット。じゃあタバコ一本吸ったら片付けるね。うん。じゃあ隣の部屋に移動させるわ。コメントで言ってくれるだけで嬉しい、すごく。段ボールつけ。でかい段ボールあるかな。こういうのとか。じゃあ、まいまちゃんありがとう。こういうのとか、こういうのとかにする。しんちゃん、釈迦さん、ありがとうございます。素敵な一年、ね、ありがとうございます。呼ぶリスナーさん、これで人呼ぶのっていうか、パルがみんな誘って新居何もなくても来てくれるっていうことだから、そんなに、ね、時間なかったんですよ。昨日引っ越してきたかな。あ、ドーン。こんなこと言われて。最低限なことしかできない。これで人呼ぶのってあたかもなんか俺が主催してめちゃくちゃ人を集めてるみたいに思うかもしれない。向こうに運ぶ。部屋1階じゃないよ。なんで？ああ。ちなみにまだバレてないの？まだ家バレてない？バレないだろうね。2時間ぐらいかかるんだね、うん、来るのね。ここにあのプレゼントを並べていくわ。とりあえず
構開かないな、これ。ここやめよう。扉を開かなきゃいけないから、ここじゃなくてここに入れるのも大変だから、ここやめよう。その下に置いておこう。ちょっと下に置いとくっつってもちょっとできないな。こっちに荷物を移動させるか。これゴミ袋に使っていいかな？ダメかな？